えー、今日はですね、えー、一人で英語を勉強する方法です。一人で英語を音読しながら勉強しましょう。えっと、でも英語ってどれ選んだらいいかわかんないと思うので、一番簡単なのはね、こういう翻訳機能がついてるやつです。これ Google 翻訳ですけれども。じゃあ、 これ日本語にこっち、これ英語にしたとこっちに英語に入りますけど、まあ日本語でいきましょう。日本語を書いて英語出てきますから、それを読めばいいだけです。例えば、えっと、例えば、例えばと。じゃあ読みましょう。はい、せーの。例えば、for example みたいな感じね。それとか、そうですね。苦しいって英語で何ていうかわかります。はい、読みましょう。苦しい、painful。 それとは例えばねえー、っと3分息を止めるのは苦しいこんな感じじゃあ読みましょうはい3分息を止めるのは苦しい Holding a breath for three minutes is painful、ね、簡単でしょうどんどんいきましょう え、そうですね。明日、何する行きましょう。明日、何する ?What are you doing tomorrow? それとか、えー、っとね、遅れて、本当にごめん。あ、こんなんで。あ、こんなの出たらどうなんだろうね。もう一回やってみようか。ごめん。 これ、これ、これ、どうなるんだろう、これ <laughs>。どうかな。あ、これ出た、こん,なん出た。じゃあ行きましょう、はい。遅れて本当にごめんね。I'm really late, late sorry になっちゃって。やばい、ダメだね、これね。声に入れると意味が分かんなくど本当にごめんね。これで行きましょう。はい。じゃあ読みます。遅れて本当にごめんね。I'm really sorry for being late. こんな感じで勉強できます。無限にできます。ただで。